橋本に対しては大阪部ピックアンドロールからロングするミラーのファールです。一旦あの本当にロスター選手が今度はフィーラーが自分で行きます。フィーラー叩き込んだちょっとこれフリースローラインまたいたぐらいかな。すごいの出たな距離。いや悪くないシチュエーションだったんですけどね今ね、はい、コーナーうまく作れてますよ、はい、フリーになっていました。そしてドジャーに預けるエンドワン見えてますよね。もう一度見ましょう。この後ですよ。ここですね、はい、いやこれは本当素晴らしいですよね。ドジャーのジャンパー、これが短い。このリバウンドティルマン、いやオフェンスリバウンドセカンドチャンスになりました。斉藤匠、中井選手いいリバウンドしましたね今ね。斉藤匠からこれも空いた本を見ました。連携がありました。ここですね。ここですね。ここでエサトンとのピックアンドロールでダイブ中に入ってくるという動き。これでサイモン選手がやっぱり引っ張られちゃうんですよね。そこにね。はい、まあ、これもまたもうノールックで。いやよく最後まで我慢しましたね。そうですね。あ、カノソンがボールを奪ったスチール。そしてここからはオマラに任せた。バスケットカウント。オマラも走っていました、速攻にこう絡んでですねスコアまでいけるという強さが今シーズンありますよね。ファールはジェフエアーズです。いやオマラここよく我慢しましたね。残り2秒、打つしかない。ジョーダン・グリーンのディープスリー決まった。ブザービーター、ジョーダン・グリーン、スリーポイント2本目。これで秋田が3点リードを広げました。これで前半終了です。秋田と広島のゲーム1、前半のスコアは38対35、秋田リードでの折り返しです。これが第2クォーター最後のシーンです。ブザービーター、これは見事ですね、はい。前半を終えて38対35、秋田が3。大塚からビバリー、セットモン、レモン、ショットクロックはギリギリまで使ってという中でディープスリーを決めてきた。これが持ち味です。菅野愛希。